りますので、雪景色ご覧いただきながら美味しいごちそう食べでゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。いいふりこいてたまにこう共通のなんか話してみたりすると思う。はい、ショコ母さんありがとうございます。お母さんもう先にママ食わないでください。若いお姉さんお付き合いくださいました。今でも私生きがいみたいなもんだ。楽しい自分でも。だから私料理作る時自分も楽しんで人様も楽しむと思ってそういうふうに考えて作ってる。楽しかったです。はい、もうすごく素朴でね、良、はい、かったですね。はい、おかずが美味しかったです。焼き栗も、うん、美味しかった。いや、言ってたらみんな美味しい。全て手作りで地元の食材を使って添加物なども入ってなく農家のお母さん方自慢のお料理が載ってます。ごっつおたま鉄箱列車に皆さんで来てたんへー。